はい、アンコールありがとうございます。1曲だけやらせていただきます。
さん拝見したけど選曲がいいね素晴らしい選曲が Yeah.
な男のたった一つの勲章だってこの胸に信じて生きていこう。いいよ、ハスキーで、ハスキーでグー普段の声が分かんないけど、すごい先焼けの人みたいな感じになっちゃってますけど大丈夫、大丈夫では、次の曲は違うあ、そうだ、すみません、さっきやった洋楽なんですけど
ほとんどエアギターな感じでパーカスをこう叩いてやろうかっていう感じです、うん、でもう皆さんご存知の曲なので一緒に歌って大合唱しますよ。大合唱ガンガン行きますよ。人間で叩いたからやばいぞ。ブルーユーテンやってくれるな。ブルーユーテン知ってるよみたいな。これなんかね、そのリハちゃんがミクシーかなんかで、ね、告知をするときに昭和歌謡をあのドゥービーブラザーズをやろうと思ってるんですけど、昭和歌謡をやりますって書いてあって、ドゥービーブラザーズ昭和歌謡は違う。歌謡じゃないよな。なんか昭和。歌謡は昭和だよ。昭和だよ。昭和歌謡だよ。昭和。広い意味だ。日本人的には昭和だよ。大丈夫大丈夫。問題ない。なるほど。じゃ今ミクシーに写真上げてあげるから。ミニサモン生でフェイスブックにも上げてあげるから。日本語の曲を。
Bye.
何でも来いだな。何でも来い。何でも来い。選曲がいいね。そこがそうそう、くぐっちゃうね。おじさんにはたまんないぞ、おい。乱入はやめてくださいみたいな。強制が始まるから。あれやれこれやるの。セットリストがあるからそこは言いませんよ。そうか、そうか。次は日本語なんですけど、カイバンドの曲。おー、いいね。渋いとこ行くね。なんかカイバンド、私この曲がすごい好きなんですけど、なんか伊賀ちゃんがこれすごいなんか好きでやりたいんですみたいな。伊賀ちゃんいくつ年？26、62です。62歳。なめんじゃねえぞ。62歳人間のことよく知ってるね。草津先生だって60になってないから。26から62歳。草津先生還暦前ですよね。前、もうすぐだけど。伊賀ちゃん26でしょ。で、私46なんですよ。で、ちょうど20代空いてるので、同じ曲をやるっていうのは結構なんか珍しいですね。金峰芸。金峰芸。金峰芸って何だよ。金峰芸って何だよ。両方とも草だった。東京の一夜が好き。そう、金峰芸が好き。わからない、とりあえず。やっぱヒーローでしょ。じゃあ、若いのに養成してるな。金峰芸が一番好き。じゃあ、ちょっと金峰芸を。ヒーロー新しい。売れちゃった海部アンドだ。もう売れちゃった海部アンド。ヒーローないの。なんとかの街かの。あ、そうそう。Oh my God.
気づきませんで、申し訳ない。さっきはマリちゃんが気づいた。無理がありますよね、この体勢ね。普通できないと思います。うん、もうこれができたらピアノ芸人かなんかで、ピアノ芸人ホールとかで、かなりいけるんじゃないかと。いけるいける、あの、なんだっけ、日テレの番組に出るよ。作戦演技。スタードラフト会議に、まあ、どうでしょう。でも結構なんか、ロック好きな人が、マスコが薄いからな。全然ロックじゃないですよ、次の曲。なんかさ、ロック好きといえば、あのここによくいらっしゃる王様っているじゃないですか、うん、王様あの提灯車入ってる王様があのちょっとラジオ局で私働いてるんですけどゲストに来たんですよ王様が、うん、で受付でマネージャーさんの格好であのすいませんどちら様でしょうかって受付の人が言ってであすいません王様今日のゲスト番組に出る王様と申しますって王様言ったんですけど受付が大沢だと勘違いしてまさか王様が来に来ると思わないから王沢さんいる王沢だったと思ってスタジオに普通ゲストが来ると電話があってくるんだけどすいませんゲスト今日ご出演の王沢様がいらしてますがって言うんですけどまた受付からかかってきた電話を取った AD がまあ王様が来るっていう認識があるんで王様様が来ますみたいなことで、で、そのすみません王様様がいらしてますがみたいになって、別にこの話何のオチもない。いいぞ。ちょっとそれは面倒くさいって。王様様じゃ誰もわかんないぞ。それ言えるよな。わかんないですよ。ライブ終わったら意外に真面目なんですけど。そうなんです。真面目で次の曲はあの石川ひとみさんの曲なんですけど待ち伏せだと思うじゃないですか、ね、ところが待ち伏せが売れたんでところがまたその所属の渡辺プロダクションがプロのもう一回カバー曲でいこうということになりユーミンは関係ないんだなでその思ったほどその待ち伏せの次の曲は売れなかったんですけどすごくいい曲で、3枚の写真の曲なんですけど作詞松本隆はい、間違いで作曲大野勝代おー、大野先じゃん歌詞が、歌詞がやっぱりあの松本隆先生は素晴らしくて先生お面のハンカチとかあと、あとは白い雪の舞台にあの歌詞の中でこう別れていく男女を描くという感じなのでこの曲すごい歌詞がいいので歌詞を、大変ガラガラ声で聞き取りにくいかとは思いますがお聴きいただければと思います。はい、ちょっと洋楽の曲をやろうと思ってるんですけど、洋楽をこの曲を聴いててなんかにコード進行がちょっと似てるなと思っていてなんか似通った感じの曲をやります。Thank you.
で、真面目に考えてるよね、音楽を。MC なんで静かにしてもらって。声がって。これはちょっと本当に全然出ないかもしれない。キーボードが素晴らしいから大丈夫。ありがとうございます。全然出ないかもしれない。やってみます。1, 2, 3, 4.
すみません、ぜひのおちゃんにインタビューしてもらって、ぜひ、なんて言うたっけ、これは3枚の写 真, 写真、はい、いや、なおちゃんに今電話しようか、多分今電話するのなんだ、ランプに来るお客さん、準拠とか、俺分かんないですよ、皆さん、今商談に電話しますか、しません、しません今しちゃう、なおちゃんに知ってる、もちろんですよ、三浦さんって言われそうだけど、じゃあ全部主催また言うでしょ、ここまでは大丈夫、レコードなら持ってるとか言いそうだよね、1番をちょっと持ってる、2番は打ち合わせですか、打ち合わせや、2番は名曲ですよって言われそうだ、石川ひとみ市場とか言われそうだ、こっちも高い、主戦の方が低いですよ、なんせだって一応下でやる、すみません、最後の曲で、やっと溜まってきたのに、こっちがやっと溜まってきたのに、これからみんなで大合唱っていう予定だったから、オリンピックのテーマソング、カフェの時代、生き物ばかりか、ちょっと前のオリンピックの ここは私が一番、あとはもう昨日やっちゃう、一人で聞いてたら、あ、そうだ、メンバー紹介を、メンバー紹介、ボーカルとコーラスとベースと全部やってくれるイガちゃんです、イエーイ、イガちゃん、あと曲の発掘ね、曲発掘よくわかんないんだっけ、キーボードを大股開きで弾くようなリコさんです、イエーイ、リコさんはどうかなと思うけど、オッケーよ、そうなんです、スカート履いてるんです、大丈夫です、そう、リコちゃん、ありがとうございます、リコちゃん、オッケーです、では、あの本当に今日皆さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、楽しかったです、では最後の曲です、聴いてください、期待しちゃいます、スイートした。
アンコール、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 3曲ぐらいやれよ。ユズのこれあれ NHK だ。3曲ぐらいでユズしてあげる。そう、NHK だから。あんまり負担かからないで、さらっと。1曲、1曲だけ。1曲入魂で。すいません。1曲入魂。1曲入魂。1曲入魂。はい。ごめんね、無理言って。でも、とんでもない、とんでもない。すいません。本当すいませんでした。じゃあ、G 弾いたら許してあげる。お前はそこかい。ロコート、ロコートで。ということは G か K が G か A か A か C だな。カポさえカポさえすれば何でもできる。カポさえすればいいんだな。ほとんどイガちゃんのソロがほとんど歌うようなソロがいい感じなんで。はい、はい、じゃあイガちゃん決めてよ、マシッと。お、それはあれだな、主婦だから。あ、なんか引っかかってるよ、ぐるぐるっと。あ、本当だ、スタンドないじゃん、スタンド。ありがとうございます。開けていいよ。え、ああ、はいはい、ちょっとあげます。はい、うん、見上げに